今回は汎用性が広すぎる道具に食われてる道具いろいろあるよねと考えるみんなの反応集をご紹介します。それではどうぞ。しょうがない話ではあるんだけど、それどこでもドアでよくない？みたいな汎用性が広すぎる道具に食われてる道具いろいろあるよね。どこでも大砲とかいう完全介護官、ドアが作られる前の道具だったのかな。優位点をひねり出すならこれぐらいか。有毒ガスが発生しているなどの人が行けない場所に物を送る場合、どこでもドアは直接空間をつなげるため、こっちにも影響が来るが、どこでも大砲は物を飛ばすので影響がない。人が飛んで移動する場合に道中の状況を目視確認できる。ドアは世界線移動してる説もあるから、世界線を移動せずに時期で行ける、これはこれでありな可能性。クライアントを走ってる新幹線の屋根に着地させるとかいうめちゃくちゃ高度な狙撃やってる道具じゃねえか。ギャグ漫画じゃなかったらこの光景は大事件だと思うの。こちらではわからない購入費用や耐久性に差があるかもしれないがな。どこでもドアが壊れる矢印下の道具で代用って流れをアニメで時々見た。どこでもドア有能すぎるから劇場版だといつも置き忘れるよな。サードパーティーが廉価版出すなんて当然の流れだろ。銀河超特急だと超空間にバリアが張られてどこでもドアが使えないとかやってたからな。別種類の移動手段はどこでもドアの完全介護感とは言い切れない。空間を指定できないとダメなんだっけ。地平線ロープが切れてどこでもドアで帰ろうとしたらダメだったし、あまりにも離れすぎてると繋がらないことがある。宇宙漂流機ではワープ使わないと1億800万年かかる場所では地球に繋がらなかった。作品によっては宇宙の果てまで通じてるパターンもあるけど、数値として制限が明言されている場合は重光年のパターンがほぼ全てだな。どこでもドアに遠すぎて届かない範囲がある設定いいよね。宇宙開拓士とかそれがないと成り立たないし、宇宙救命ボートみたいな話もそう。運び屋という類似商品。一応これと爆発故障は携帯性という一点でどこでもドアに勝ってる。どこでもドアって備え置きするか4次元ポケットとの組み合わせが前提の道具だと思う。覗きにめっちゃ悪用されそうなどこでもマロ。あとどこでもドアは万が一壊れた時にクレーターができるレベルの大爆発が起きることを忘れてはいけない。そのための安物、レンタル、使い捨て、落とした、なくした、修理中という状態、正直なんて落とすな。どこでもドアは時差調節ダイヤルが使えるのも強すぎる。未来デパートに在庫がなくて型落ち品や類似品しかすぐ用意できなかったとか、そういうこともあるかもしれない。秘密道具博物館だと最初期型のどこでもドアは個人運用とか無理そうな代物だったな。それが最初の秘密道具らしいんで、小型化に手間取ってた間に簡易版の道具類が販売されたんじゃないか。まあ、ワープシステムより人を安全にぶん投げる方が早いよね。発明適応等で良くないとはよく思う。どこでもドアってどうやって使用者の行きたい場所読み取ってるの？行き先読み取りノブで、行きたいところを考えながらドアノブに触れるとドアノブが思考を読み取って行き先を繋いでくれる。なので何も考えずに開けるとただのドアになる。トンチンカンな解釈をしやがる。秘密道具が多い中で割と大雑把な指示でも望み通りの場所に連れてってくれるのはかなり優秀だよね。望み通りすぎて風呂場に繋げるけど。なんで地図に書いてないのに人の居場所がわかるんだろう、とはいつも思ってる。でもまあ割と現実でもそれ丸々でよくない？的な道具はあるっちゃあるよね。タイムマシンがなくなって帰れなくなったって展開でタイムベルト使ってどこでもドア使って帰ればよくね？って子供の頃思ってた。でも将来そこに建物があったら。タイムテレビで確認しよう。どこでもドアって行き先がどうなってるのか確認できないという弱点があるから、いつだったか水中とつながってしまって大量の水が流れ込んできた時とかあったような気がする。ドアに覗き窓とか作らないんですか？宇宙エア印、宇宙には空気がない。矢印、部屋の空気が流れ込んで大惨事は定期的にやらかしてる案件なので、数メートルに安全圏を作るべきだとは思う。スモールライトとガリバートンネルはよく話に挙げられるよね。それスモールライトでよくないって実際どうなんだろう。効果時間が違うとか。スモールライトは制限時間あるから。
その話になってもまず名前が上がってこない。細胞縮小器や一寸法師。どこでもドア型の代用できる道具よりもはるかに高級品で、業者による頻繁で高額なメンテナンスが必要だったり、維持費がかかるという可能性も考えたけど、結局いやそれドア持ってればそれ一本でよくない？に全く反論できない。ガリバートンネルはスモールライトとビッグライトの機能が両方あるから一概に介護官とも言えない。雲の王国でどこでもドアに時間いじれるドアのぶつけた時思った。あらかじめ日記とか嘘800みたいな万能が過ぎるタイプの道具もあるのがなんとも。まあ用途を縛った方が使いやすいし安全という側面はあるだろうけど、例の思考実験のように原子レベルで分解再構成とまではいかなくても確実に時空間は歪めてるからな。どこでもドア、それによる影響とかリスクとかを考慮するなら、ここあたりの直接移動する系の製品は一定の需要がありそう。のび太の恐竜で、白亜紀の地球の地図がインプットされないからどこでもドアは使えないって話だったから、単純に移動できる道具や乗り物ってのも役立つ時はある。この時はタケコプターくらいしかなかったけど、やっぱり高級などこでもドア系列は過去未来も地図も最初から保存されてるとか便利機能あるのかな。逆に言えばインプットすれば使える、画像は日本誕生。ノブで行き先探知するなら複数人で握って開けたらどこになるんだろう。そういえば北風のくれたテーブル掛けってあったけど、完全に効果はグルメテーブル掛けと同じなんだよね。メーカーごとに同じもの作ってても名称が違うみたいなのがあるのか。レジャーランドのレンタル品なんで既製品のデザインと名前だけ変えましたって可能性もある。ただ海底基岩上の時もプランクトンから食事作る類似品があったのは確か。食事系で言うと、本当は全部グルメテーブル掛け1枚あればこと足りるんだろうけど、意外と畑のレストランとかコンクフードとかもあって充実してるんだよね。そんで畑のレストランに出てくる大根に入った料理がやたらうまそうだったりする。ところでお天気ボックスで天候上書き合戦ならんのかな未来。そもそも向こうエリアとか上位機械とかありそうだし大丈夫じゃないの。未来って言っても未来20年後と未来70年後は結構違うのかもね。 iPhone1 と10くらい違うのか。嘘800、その嘘ほんと、後からほんとスピーカー、どれが一番使い勝手がいいのか。マイナーな秘密道具はいられも、そういう関係はあるよね。武装か鏡とタイムライトとか。小さい頃はタイムマシンあればタイムベルトいらんやんと思ってた。今はむしろ空間移動機能がないにしろポータブル式というだけでベルトの方が便利に感じる。同時にやりたいことが2つ以上あるときの解決策としてコピーロボットや分身ハンマーがある中、自分の上半身と下半身を切断して作業を同時にこなすという明らかに力技すぎる人間切断機とかいう道具。